皆さん、こんにちは。読売テレビの情報番組の顔として、その愛らしい顔から多くのファンを獲得しているアナウンサーの中谷忍さん。そんな中谷アナが結婚されたという報道が出ましたので、これまでの生い立ちとお相手について調査しました。最後までご視聴よろしくお願いします。1988年9月生まれで、兵庫県西宮市のご出身です。西宮市立鳴尾中学校、同志社香織高等学校を経て、同志社大学文学部英文学科を卒業後、2011年4月に大阪の日本テレビ系列局である読売テレビ放送にアナウンサーとして入社しています。生年月日は公表されていませんが、乙女座なので8月23日から9月22日の間が誕生日と推測されています。幼少時代の3歳から9歳までは父親の仕事の都合でハワイのマウイ島、オアフ島に在住しており、その当時はフラダンスを習っていました。子供の頃はピアニストを目指しており、中学1年時には第7回神戸国際学生音楽コンクールで奨励賞を受賞したほか、高校1年時には第10回神戸国際学生音楽コンクール A 部門で奨励賞を受賞しています。また兵庫県学生ピアノコンクール高校部門で優秀賞を受賞。大学2年時には第9回大阪国際音楽コンクールアマチュア部門で2位になるなどの輝かしい実績を誇ります。アナウンサーを志すようになったきっかけは、高校時代に見た同局のニューススクランブルで当時キャスターを務めていた横須賀由紀乃さんに憧れ、将来は彼女のような報道キャスターになることが夢だと述べています。また昔から地元のプロ野球球団阪神タイガースのファンであり、好きな選手は鳥谷敬選手と明かしています。また朝生ワイドスマタンで共演している元読売テレビアナウンス部長の森武さんからこけしと呼ばれ、ファンの間でも定着しています。入社後は2011年4月13日放送の朝をワイドスマタンにスタジオ見学した際に新人アナウンサーとして紹介されています。その後6月10日から YTV 女子アナ向上委員会ギューンに出演しています。その後8月27日放送の NNN ストレートニュースの関西ローカルニュースで初泣き、10月からは朝生ワイドスマタンの月火曜日を担当しています。2年目の2012年8月9日からは小林アンナの後任で日本テレビ系全国ネットの秘密の県民賞にデータ担当アナウンサーとして出演しています。その一方では同年10月から読売テレビ開局55周年記念キャンペーンの隊長を務めています。また同28日からは初の冠番組となる忍のゴーゴーハッピネス、忍のゴーゴーハピネス通信、ゴーゴー忍チャンネルがスタートしています。3年目の2013年4月からは平日夕方の報道情報番組関西情報ネット10を担当しています。その後2017年1月30日からは同番組金曜日の単独メインキャスターを担当、およびスマタンは卒業。同年2月27日の番組リニューアルを機にメインキャスターへ正式に選任。夕方の在阪報道番組では異例の28歳という若さでの就任となりました。その一方では2021年3月6日から土曜日朝の全国ネット番組ウェークアップのキャスターを担当しています。また10のメインキャスターも月曜以外の曜日で継続して担当しています。2013年11月27日には関西情報ネット10のコーナー若一講師のミステリーフィールズにおいて大阪のエステサロンの金箔パックエステを体験し、すっぴん姿を披露しています。そして2017年11月26日に行われた第7回大阪マラソンに出場し、フルマラソン初挑戦で5時間35分32秒で完走。一方でスマタンの気象予報士である
木島ゆりかさんとの対決企画に1分18秒差で敗北。罰ゲームとしてスマタンで木島さんが天気予報を伝える後ろで、真冬の寒空の中、半袖姿でフラダンスを踊っています。彼女の性格はいつも明るく前向きで、好きな言葉であるケセラセラを地でいく行動派。また天然な面もあって、視聴者からは可愛くて愛されキャラだと言われています。そして中谷忍アナには、これまでに彼氏や結婚などの恋愛情報はありませんでした。また過去に共演していた辛坊治郎さんから、局として怖いのはスキャンダルやけど、浮ついたそれは全くないから、中谷アナといえば酒しかないからと、お酒好きであることを暴露されています。しかし2023年4月21日、そんな中谷アナの結婚報道が出ました。そこで気になるお相手や馴れ初めについて調べました。結婚報告の中で中谷アナは、お相手は弊社の社員ですとおっしゃっていました。そのため読売テレビの社員ということですね。そんなお二人の馴れ初めですが、現状中谷アナから詳細は出てきておらず、まだ世の中には出回っていないようです。今後いろんな場面で結婚についての質問をされるでしょうから、詳しい情報もきっと出てくることでしょう。その容姿から男性ファンも多かったため、世の男性を代表し代弁してくれるタレントが必ずいると思うので、期待したいですね。また世間の声に注目すると、妊娠したのでできちゃった結婚ではないかという意見も散見されました。もちろんこちらについても、本人たちの妊娠についてのコメントがないため確定的な情報はありませんが、結婚報告の際にこれからもニュースに真摯に向き合ってお伝えしたいと思います。よろしくお願いしますというコメントがありましたので、妊娠出産からの卒業という流れはないようですね。前述通りファンが多い中谷アナ、世間の声もたくさん SNS で確認することができました。中谷忍アナおめでとう。中谷さん結婚おめでとうございます。おめでとう、大ファンです。大阪のおばちゃんより、やったー、嬉しい。大好きなアナウンサーが結婚するの嬉しい。笑顔あふれる新生活を楽しんでください。次は黒木アナの出番かな。久々に天で天気予報を見れた流れで結婚発表聞けてよかった、というような昨今の SNS 上では珍しく賛否が分かれることのない祝福の声であふれていました。これも日頃からファンに愛されている中谷アナであるからこそ、平和な世界が広がったと言えますね。これからも中谷アナから目が離せませんね。今後も活動を応援したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。